目標シートも。これがあれば地域循環共生圏づくりが私にもできるはず。でも本当にできるの？だって私は何のつながりも持っていないただの高校生。バンカーズファームの人みたいなネットワークがあるわけでもないし、これまで何か取り組みをしてきた実績があるわけでもないし。え？当然銀行員じゃできないということはないですし、むしろ、銀行員という固定観念がある方が何か邪魔する可能性もあると思います。まあ、あくまでも独力というよりは地域の方と、協力して、なおかつ足りないものは、いろんなコミュニケーション、ネットワークの中から引っ張ってくればその課題解決にはつながるはずなので、必ずしも銀行員、むしろ銀行員であることの方が弱みになる可能性もありますし、飛び込んでみて、じゃあ課題に対してはいろんなネットワークを使うっていうことが大事だと。正解がないのでなかなか産業としては、担い手がいないっていう状況がありますので、その答えのないところを一定の答えを探しに今行ってると、チャレンジしてるっていうのは現状だと思います。そうですね、よく地域の課題を解決するためには、よそ者、バカ者、若者が必要だと言われています。やはりその地域の方々はこう地域課題が日常的になりすぎて、なかなか気づかなかったりすることがあるので、そうした時にこう地域の外から来たよそ者の人が、あ、これっておかしいんじゃないかとかですね、よそではこうやってうまくやってますよとか、そういうよそ者の視点も必要になってきますし、もう一つはやはりこう何か問題を解決するという時に、やはり規制概念とかやはり常識にこう阻まれてしまう時があるので、そういうのをこう打ち破ってくれるですね、こうバカ者、歌舞伎者みたいな存在もとても大事です。であと最後にですね、大事なのが若者ですね。こう持続可能な社会を作っていくっていうのは、今の世代の方々のこう社会ニーズを汲み取るだけじゃなくて、ちゃんとそれを次世代にバトンタッチしていくということでいうと、次世代のニーズをちゃんと社会づくりに反映する必要があるので、次世代を担 う, こう若者の人たちが、自分は大人になったらこういう社会を望んでるという こう思いのもとですね、しっかりこう一人一人ができることにこう取り組んでもらえたらなと思いますし、一人がこう100歩進むよりもですね、こう100人がですね、こう1歩進むというのも同じ力がありますので、一人一人ができることから取り組んでもらえたらと思います。そうか。自分一人で何かを成し遂げるのではなくて、足りないところは連携して補い合っていけばいいんだ。地域循環共生圏の考え方の基本だった。バンカーズファームの皆さんも正解が分かっているわけではないんだ。それでも自分たちで地域活性化に向けてチャレンジしているんだ。私もせっかくコンセプトシートを作ったんだし、まずはこれをもとに自分がやりたいこと、気になることを地域の人と話をしてみよう。さあ、次は皆さんの番です。環境、社会、経済の3側面から統合的課題解決を進めるのは簡単なことではありません。ただ正解のない中で、大人たちも手探りで地域活性化にチャレンジしています。皆さんも作成した地域のコンセプトシートを持って、地域の関係者の人と話をし、自分ができる取り組みの第一歩を踏み出してみましょう。